シャルル・アレクサンドル・ルスール。シャルル・アレクサンドル・ルスールは、フランスの博物学者、探検家、画家である。セーヌ・マリティーム県のルアーブルで役人の息子に生まれた。ルアーブルの学校で学んだ後、独学で自然科学や絵画を学んだ。1801年に、ニコラ・ボーダンが率いるオーストラリア沿岸の即地航海に船員として乗船するが、 画家として技術が認められると科学者グループの助手となり、動物学者のフランソワ・ペロンと親しくなった。動物学者と参加していた、スタニスラス・ルビアンが1801年にティモールで病没し、ルネ・モージェが1802年にタスマニアで病没したので、ルスールが彼らの仕事を引き継ぎ、この公開で、ペロンと共に10万種以上の動物標本を収集し、 この探検の科学的成功に貢献した。公開後パリでペロンと共に航海の成果を研究するが、ペロンは1810年に没し、航海で船長を務め航海の報告書を作成したルイド・フレシネ・ニル・スールは重視されなくなった。1815年にアメリカに渡りフィラデルフィアに住んだ。ここでフィラデルフィア自然科学アカデミーの創立メンバーの一人となった。 1826年から1837年の間はロバート・オーエンの共産主義的な生活と労働の共同体の実験が行われたインディアナ州ニューハーモニーに住んだ。魚類や爬虫類の研究を行い自然科学アカデミーの開放に多くの論文を執筆した。アメリカではリトグラフ技法のパイオニアの一人であった。1825年から彼は ミシシッピ州を探検し、パリ自然史博物館に多くの標本を送った。1836年にフランスに戻り、ルアーブルに近いサンタドレセに住みたルアーブル地域の地質と古生物学の研究を始めた。1845年からルアーブルの自然史博物館の学芸員を務めた。西オーストラリア州のルシュー国立公園は彼の名にちなんで名付けられている。 アマガエル科の動物の種、ラトリアレスウィリーや、イシアモリ科の動物の種、アメローナレスウィリー、アガマ科の動物の種、インテラガマレスウィリーなどに、懸命されている。ありがとうございます。